最近さ、仕事忙しいよね。はい、こんにちは、タクです。いやー、最近ね、忙しくて、ほんとに <laughs>。あのー、もうね、なんか、もう、もう、なんか、なんだろう。もう動画撮る気力すらないぐらい忙しいですね。うーん、まあ、このご時世だからね。あのー、今ね <laughs> あの、あれが流行ってるじゃん。で、まあ、それでね、 結構忙しい、みんな忙しいと思うんですよ。いろんなね、対応であったり、えー、まあ、その、ズームとかね、そういうのを使って、営業したりとか、まあ、いろんな意味でさ、その、今までと違った何かっていうのが非常にたくさん入ってきて、まあ、それによってさ、今まではこうだったけどっていうのが、もう今通じない時代なので、 そういう意味でね、すごい忙しいと思います。で、特に僕とかね、まだね、こう、機械もコンピューターもある程度詳しいから、そこはスタンダードのことできるんだけど、もっとね、こう、あの、パソコンとかコンピューター詳しくなくて、で、えっていう人もいるわけで。 それ以外にもやっぱりそのさっき言ったように仕事を、ねえー、が増えてるわけだからもちろんそのしあの売り上げが下がって仕事が増えてるって状態だからこれどういうことかというとその結局はさその労働者が大変っていう話なんでうんやっぱりねいろんなものに今変化対応の時代になってきてるしあと仕事量が増えたと逆にね あのオンラインにできるものもあればアナログじゃないとできないものもとこう2つ分かれてね全部オンラインだったら楽,楽だけどなんかねそこがねちょっと、えー、変わってねちょっとね今そのついてこれない人あと今ま,で今まではこうだったからってすごくね今までにこだわる人こういう人たちが多いのであー結構忙しいかなと思います。 うん、今,今まではこうだったっていうのはさ、それは通じないと思うんだけど、うん、今ね、もうそんなこと言ってたらね、あのー、会社が潰れる時代です。うん、その変化に早くね、えー、対応して、変化していくね、社会の中でうまくね、あの適用していかないと、まあそういうね、あの結構ね、うん、人がいっぱいいるんですよね。うん、今まではこうだったとかさ。 まあそんなこと言ってたらさ、ほんと潰れちゃうよ、会社、マジで。<laughs> あの、<laughs> 大丈夫は、まあ、経営者ごっこやめた方がいいよ。その、いくつもね、あのー、まあ、事業所っていうか、その、あるんだけど、その、今まではこうだったとかさ、そこの事業所の、ま、一番、いくつかあって、そういうところのね、あのー、人たちってちっ古いんですよ、もう考えが。だって、ま、あいわゆるその、 その地域とかで、まあ、ずっとそこの責任者やってたりすると、もうね、大体いいね、考えが偏って、もう、去年もこうだったからこうだろうみたいなのにね、みんななりがちなんですよ。だから、それに対して、今のこのね、変化を求められる時代についてきてない人が多くて、うん、まあ、そりゃそうでしょう。だって、そんなさ、 特定のさエリアとかな地域とかか地域にいてさでそこでずっとさ責任者やってたらさもうなんかその人が一番偉いみたいになってしまうじゃんそこのね現場ではだからそうなると結局はそのなんだろうその自分たちしか自分とその部下しか見えてないからその全体的なこととか今何が求められてるかっていうのに、まあ、非常にあの、まあ、反応が遅いと。 反応が遅いとどうなるかというと、仕事がたくさん溜まってくると。で、仕事がたくさん溜まってくると、えー、どうなるかというと、結局、そのお客さんに対しての対応とか、まあ、いろんなことができ、サービスの質が良くな、良くならないので、悪くなるので、えー、結局、まあ、売上とかにも影響すると。まあ、売上に影響するってことは何に影響するかっていうと、まあ、利益とか、いろんなところに影響してくるわけです。 なんでまあ正直言ってね、うーん、現場がね、ちょっともうちょっと、なんだろうな、頑張ってほしいですね。うん。まあね、あの、頑張ってるとこもあるんですけど、あの、すごくね、あの、なんだろう、今までのなんかそう、さ、この、 今までこんだけやってきたんだからみたいなそういうね自信だけなんですよ。<laughs> 自信だけって言ったら悪いけど今までで、ね、すごいやってきたそのね責任者たちがいろんなねあのー、事業所があるからそういうね、えー、責任者たちの,その今までの自信だけだからあの乱暴で論理的じゃないっていうかさ、うん、今まで自信はそれは今まではそうだったかもしれないけど今年は違うでしょって。 うん、正直言って頭悪いというかさ、うん、本当に大丈夫なのかなって、この人たち本当に大丈夫なのかなって思いますね。いっぱいあります、そういうの。うん、いっぱいあってね、もうね、馬鹿らしくてさ、もうバカっぽくてさ、もうダんで勇気にもなれないよね、そんななんか、いろんな地域にあるけど、いろんな地域のね、まあ、責任者たちってもう本当、そこの地域から出てないかなとかさ、 本当その狭いコミュニティ、狭い社会の中で <laughs> 生きてるんだなと思うような人がまあ多いと、うん。まあこういうことがあった、こういうね、社会情勢の時によくそれがわかりますね。うん。この人たちダメだなとかさ。<laughs> あの、あっきれってね、この人たちダメだなとかさ。そういうのがすっごいわかる。で、その口ばっかりでさ、その数値に対してさ、全然なんか、あの、 口ばっかりなんですよだから、数値に対して、えっと、結果が出せてらいかったり、あの、数値に対して、こう、コミットできてないと。うん、口ばっかりだからね。あの、8割ぐらい口だから、それでね、うん、まあ、成り立ってんのも不思議だなと思いますよね。うん、もう、そういうね、あの、成果の出せない人、成果の出せないさ、事業所が、 いっぱいあるから、そういうね、もう責任者とかね、は早くね、もう普通の平社員にしたらいいよ、うん。平社員にしてね、あの、できる人をどんどん登用した方がいいと思います。あの、口ばっかりの人でいら,いらないから、マジで、うん。正直言って、あの、悪いけど、口ばっかりでね、うん、なんかや、やらない人たちっていうのはねもう、僕はね、いらないと思うんですけどね。まあ、 今まで頑張ってくれたからとかね、まあそういうのあるんかもしれないけど、今ね、そういうこと言ってる場合じゃないと思いますけどね。<laughs> このご時世。最低でもこの2年ぐらい。あと1年ぐらいはね、まあそういうこと言ってる場合じゃないですよ。うん、今まではどうだったとか、まあ、全く関係ないですね、うん。そんなことばかり言ったらね、本当会社潰れちゃうよって <laughs> 思ってしまう、ま、はあ、うの、ん、は僕だけかなとか思いながらさ、でもそういうこと言えないじゃん。 うん、言えないしさだ,だってさそういうこと言ったらさなんかちょっとやばいじゃんやばいって言っうらさそうなんか俺はさすごく考えてそういうこと思って熱意も情熱もあるけどなんかそれをねそういうなんかちょっとそのいろんなエリアのさあの責任者が聞いたらさいやこいつマジでふざけんなよみたいになっちゃうからそれは言えないけどでも 本当ね、あの、なんか、経営者ごっこするのを、本当もう、やめて、マジで。経営者ごっこなんかいつまでもしててもさ、それ誰の得にもならないから、うん。別に俺はさ、別になんか会社の味方ではないし、別に、あの現場の人の味方でもないけど、あの正直言ってねあの誰の、誰の得にもならないようなことやっても、まあ、全く意味ないと思うんですよ、僕は。うん 絶対そうだよ。そんなね、このね、変化を求められる時代に、なんかね、いつまでも古いこと言って結果出せない人たちっていうのは、まあ、まあ無能というかさ、もう本当いらないよねって思ってしまいますね。ということで、えっ、ー、と、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。